コハゲちゃんはなんでアイドルとして旬の17歳なんて時期に引退したんや？もっと続けとけばとんでもない人気になったやろ。やめて正解でした。え？だってモーニング娘。のファンって男性が多いじゃないですか。私は今モデルやってますけど、モデルは女性ファンが多いんですよ。女性からの支持は欲しいですからね。モームスはステップアップするための踏み台ですよ。えげつないこと言いすぎやろ。そんなん言ってたら気が上げてまうで。うひょー、懐かしいな。未だに可愛さは健在だな。何見てるんですか？くすみ小春だよ。TikTok に月島キララ時代の曲でダンスを踊る動画を上げてるんだ。すんげえ可愛いぜ。確かに100万再生も超えてますし、すごい人気ですね。でもよく考えたら最近ずっとくすみ小春って見てなかったよな。昔は朝の番組とか子供向け番組にも出てたのに。小春さんの性格の悪さと使い勝手の悪さからテレビであまり使われなくなったそうですよ。そうなのか？こんな可愛い子が何したんだ？では今回はくすみ小春さんがテレビから干されてしまった理由を解説しましょう。久住小春さんは2005年にモーニング娘。7期メンバーオーディションに合格し、12歳の頃にモーニング娘。のメンバーとしてデビューします。つんくさんは小春さんをオーディションで見て非常に驚いたそうです。どうも、久住小春です。よろしくお願いします。なんだこの子は、他の子と全然違うオーラを放っている。ミラクル級だ。うさぎおいし。歌はいまいちだな。ダンスも未経験か。ちょっとここの部分気になるから歌い直してみて。うさぎおいしい。一度言っただけでこの対応力、アイドルに必要なものを持っている。この才能は放ってはいけない。合格だ。つんくさんは小春さんを見た瞬間にまとっている空気感からミラクル級と称していました。その場での対応力や表現力の高さを買い、オーディション唯一の合格者として1週間後にはライブの舞台に立ったのでした。そんなつんくさんの目に狂いはなく、1年後にはアニメキラリンレボリューションの主人公月島キラリ役で声優デビュー。モーニング娘。のファンのみならず、キラリンレボリューションが好きな子供たちやその親からも支持を得て、久住小春さんは一躍人気アイドルとなりました。人気アイドルとなった小春さんですが、かなりわがままな性格だったようで、周りはかなり手を焼いていたそうです。今日からあなたの教育係をする道重さゆみです。はーい。モーニング娘。に入ったからにはしっかり練習をしてもらって。ちょっとどこに行くの？トイレ。え？先輩の話をあまり聞かない小春さんは、道重さんとあまり仲が良くなかったようです。道重さんは後から小春さんの傍若無人さを暴露しています。もしもし、大変です。すぐに家に来てください。え、どうしたの小春ちゃん、大丈夫？いいから早く。どうしたのかしら。お待たせ、大丈夫？あ、電話線つなげてもらえます？は？あ、あとテレビの録画もお願いできます？はぁ？またある日はホテルに急に呼び出されたそうです。もしもし、ちょっと来てもらいたいんですけど。もうこんな夜遅くに何なのよ。仕方ないわね。カーテンが開いてて眠れないんで閉めてもらっていいですか？ちょっと何なのよ。私はあなたのパシリじゃないのよ。道重さんは小春さんの世話をする大変さから人知れず眉毛をむしり続けていたそうです。それほどストレスの溜まっていた道重さんは2009年、小春さんの卒業セレモニーで、あなたのことが嫌いだったと発言し、場内は騒然となりました。また道重さんはオハスタにゲストとしてモームスを卒業した小春さんが来た際に、コーナーと称してたくさんの暴露を行い復讐をしました。小春ちゃんってコンサート始まる前に日焼け止めを塗ってたんですよ。へえ、そうなんだ。なんで？コンサートってすごい照明でしょ？焼けちゃうんじゃないかって。肌守りたいじゃん。変わってるね。紫外線対策のための日焼け止めだと思うけど。もう卒業間近は美に対する意識が尋常じゃなくて、健康食とかばっかり食べてましたね。
そうですね、食べてましたね。綺麗に卒業したいとかじゃなくて、卒業後頑張りたいみたいな感じで。先を見据えてたんだよね、モデルとしてのね。ちょっと、さすが小春ちゃん、プロ意識が高いなって思いました。そんなこともあってか、小春さんの卒業後、事務所で会っても無視されるなど散々な道重さんでした。そして小春さんの卒業から4年後の2013年2月、道重さんと明石家さんまさんがパーソナリティを務めるレギュラーラジオヤングタウン土曜日に小春さんがゲスト出演しました。今日のゲストは久住小春ちゃんです。よろしくお願いします。小春ちゃんはなんでアイドルとして旬の17歳なんて時期に引退したんや。やめて正解でした。え、だってモーニング娘。のファンって男性が多いじゃないですか。私は今モデルやってますけど、モデルは女性ファンが多いんですよ。女性からの支持が欲しいですからね。やからやめたんか。そうです、今ならまだ取り返しがつくと思ったんですよ。そんな取り返しって言い方ないでしょ、ひどい。女が何のためにモームスに入ったんや。ステップアップです。モームスは踏み台ですよ。道重さんもそうですよね。そんなことないですよ、私はモームスに入ること以上の夢はないですよ。絶対嘘、アイドルなんて男に媚びてるだけ。モーニング娘。をステップアップってちょっとおかしいんとちゃうかな、気が悪げんで。でも本当のことですからね。芸能界の入り口のためのモームスやったんやな。はい、芸能界に入るためのモーニング娘です。それで今は本当にやりたかったモデルの仕事をしているんです。へー、モデルさんになるためにはどんな努力してんの。何もしてないですよ。へ、ポージングの練習とか表情の練習とか。あー、私顔がいいんで別にそういうスキルの練習はしません。そういうのは顔が良くない人がやる努力です。ラジオ内でアイドル精神を軽んじる発言や態度を見せた小春さんは、応援してきたファンに大きな失望を与え、一気に支持は地に落ちてしまいました。この他にもラジオでの問題発言は続きます。ほな次の話題に行こうか。へえ、まだ話したい。次の話題で話せばええやんか。私最近、この子ゴキブリやな。なんやねんこの書き回し方は、むちゃくちゃや。すみません、ずっとラジオ中の会話をかき乱していたようで、道重さんから最終的にヤングタウン土曜日の出禁を命じられてしまいました。小春さんは様々なテレビ番組で笑えない悪態を連発することとなります。ヒルナンデスに出演した際にも共演者の悪口を言ってしまいます。ファッションコーデ対決、今日のゲストは久住小春ちゃんです。よろしくお願いします。じゃあファッションコーデスタート。最初は千秋さんですね。可愛らしいブーツを履いていますね。一番のお気に入りです。本気で言ってんの？そのブーツ千秋が履くと太ももまで来ちゃうんですけど。え？思いますよね、全然似合ってないし。いや、そんなことはないんじゃないですか。てかスタジオにいる虻川さんも足太いですよね、考えられない。ちょっとあんまり言いすぎるのは。小春さんはお昼の番組で共演者の悪口を意気揚々と話し、周りの出演者を困惑させました。またロンドンハーツに出演した際にも悪態をついてしまいます。私もっと売れたいんですよね。ライバルとかいるの？モーニング娘。内にライバルはいないです。安田圭さんなんか次元が違いますよ。わざわざ個人名出さなくてもいいだろう。どのくらいの人だったらライバルだと思うの？武井絵美ちゃんくらいだったらいけると思うな。全然違うだろう。ひどい。久住小春って調子乗りすぎじゃない？ファンだったけどちょっとキャラ見てられないんだよな。このような悪態をつくキャラをしていた小春さんは、大してその口の悪さを笑いに消化することもできず、ただただ周りの人を困らせるということしかできませんでした。久住小春って可愛いから使いたいんだけど、人の悪口言うし空気悪くするし面白くないしで使えないんだよね。
可愛いだけなら別の子もいますし、そっち使いましょうよ。小春ちゃんが出る回って発言が炎上しちゃって番組に悪い評判がついちゃうんですよね。小春さんは次第にテレビでの出演は減っていき、現在はオスカープロモーションという大手事務所に入りモデル活動をしているそうです。最近チヤホヤされてなかったから TikTok 投稿したってわけね。人気がないと言っても最近は俳優や声優の仕事をしたりしていますよ。大きい事務所ですからテレビに出られなくても一生芸能界では暮らしていけそうですね。事務所に感謝だな。いやー、黙ってれば可愛いんだけどな。やっぱ子供の頃からアイドルやってるとわがままお姫様になっちゃうのかな。そうなんでしょうね。ちなみに今狙っているポジションは矢口真里さんのポジションだそうですよ。おいおい、矢口真里は面白いけど、おっと、あんまり何回も言わないであげるか。